国敗れて賛があり、中国の詩人徒歩が戦乱で荒れ果てた国の姿を嘆いた詩です。当時世界屈指の国際都市はなぜ朽ち果ててしまったのか。そこには絶世の美女の存在がありました。総制作費36億円、去年公開された中国映画。这一生只要你一个人就足够。今中国で最も美しいと言われる女優が主役を演じ話題を呼んだ。その主人公とは楊貴妃、世界三大美女の一人とされる。だがその美貌が大帝国唐を滅亡の危機にさらすことに。人々は彼女をこう呼んだ。国を傾けた渓谷の美女と。天から与えられたその美貌は大輪を咲かせる牡丹のようと称えられました。しかし牡丹の花の命は短い。楊貴妃の人生も突然終わりを告げます。運命を左右したのは3人の男でした。第一の男、楊貴妃の親戚として異例の出世を遂げた楊国忠。気に入らない相手を次々と左遷、賄賂をむさぼり取った。それでも楊貴妃は親戚の横暴を見過ごし続けた。第二の男、英雄ともてはやされた軍人安禄山。体重200キロ、腹の肉は膝まで垂れていた。楊貴妃は14歳も年上のこの大男をなぜか養子とした。だがその養子が国を揺るがす内乱を引き起こす。そして第三の男、夫玄宗皇帝。名君として唐の全盛期を築いた男が楊貴妃と出会ってから政治を顧みなくなる。その夫がなぜか楊貴妃の処刑を命じる。果たして楊貴妃は悪女だったのか、それとも発酵の美女だったのか。今夜は大帝国衰退の中心にいた絶世の美女楊貴妃、その謎に満ちた人生をプロファイル。才能ある男性と美しい女性の恋。いつの時代も世間の注目を浴び、ベストカップルともてはやされる。そんなベストカップルが1300年前の中国にもいた。妻子歌人と呼ばれた二人。唐の全盛期を築いた名君玄宗皇帝と絶世の美女楊貴妃である。だが楊貴妃はそれほど身分が高くない下級役人の娘。
そんな彼女がなぜ皇帝の妃になるというシンデレラストーリーを実現できたのか。楊貴妃が生まれたのは唐の全盛期。世界最大級の帝国として繁栄を極めた時代だった。名は玉関。都長安から遠く離れた蜀の地で下級役人の四女として誕生した。だが10歳の頃、両親が相次いで他界。洛陽で役人をしていた叔父に引き取られることに。当時洛陽は都長安に次ぐ大都市。この町で玉関は歌や舞踊を学ぶ。そして社交界にデビューすると、天性の美しさと歌舞音曲の才能によってたちまち注目を浴びることに。玉関が17歳の時、思いもよらぬ人物から声がかかった。ひざまずいて。楊玉関です。お会いできて光栄です。その人物とは武慶妃。時の皇帝玄宗の寵愛を受けていた側室だった。彼女は息子の嫁として玉関に白羽の矢を立てたのだ。きっと息子も気に入るわ。今から私たちは家族よ。実は武慶妃は息子を皇太子に据えようと画策していた。だが多くの側室を抱える玄宗には30人もの息子がいて、後継者争いは熾烈を極めていた。そこで考えたのが、由緒ある家柄の娘をめとらせることだった。楊玉関の楊という姓は唐の前の王朝隋の皇帝一族の姓。唐は隋から皇帝の位を譲られる形で建国したため、楊一族は由緒正しき家柄とされていた。唐の時代を研究する中国の専門家はこう語る。皇帝の一族というのは、有力な一族と関係を結ぶことを好みます。楊貴妃は楊一族であり、しかも大変容姿が美しかった。だから武慶妃に注目されたのです。下級役人の娘として生まれた玉関にとって、その生活はまさに夢のようなものだった。だが2年後、寿王を皇太子にという計画。またしても思わぬことが起きる。
折り曲げられたのを感じた。しかし皇帝の命に逆らうことなどできない。玉環は召し出された。この時玉環22歳、玄宗56歳、実に34の年の差があった。そしてその美貌は玄宗を虜にした。後の時代、二人の人生を綴った長言歌では玉環の美しさをこう称えている。振り返って微笑めば限りなく艶やか。高級の女性たちがいくら着飾っても楊貴妃の前では色あせて見えた。さらに玄宗を魅了したのが玉環の磨き抜かれた音楽や舞踊のセンスだった。玄宗自身も歌舞音曲に通じていたからである。こうして玉環の新たな人生が始まった。さあ、ということで楊貴妃が始まりますけど、やっぱりちょっといいイメージはない感じはないですか。妖艶でやっぱり男を惑わせる、そういった魅力を持っているというのが私の中の楊貴妃のイメージでしたけど。男性のファンタジーみたいなものは感じますけどね。なんだかそのすごく昔の、ね、700年代の方っていうことで、なんかイメージだけがいっぱい膨らんで、実際の彼女がどういう人だったのかっていうのを正直私は全然知らないですし、僕は今日はもうあの楊貴妃の味方でいようと思ってる。味方。ここに来たんですよね。はい、悪女って言われてますけど、きっとピュアに。ちょっと女性に騙されやすいかもしれないですじゃあ早速いきたいと思います。プロファイルテーマこちらです。下級役人の娘がなぜ皇帝の妃になれたのか。こちらプロファイリングリストが並んでいますけども、気になるのありますかね、宮沢さん。私はやっぱり側近の高力士が気になりますね。高力士やばいですよね。なんか悪そうな顔してますけども、この絵だとこの高力士にとってすごく都合のいい存在っていうのが楊貴妃だったのかなと。彼女は美しいし、皇帝とも趣味が合うし、しかもそこまでまだ力を持っている家の人ではないから、高力士の言うことも聞いてくれそうだし、なんだかそういう意味で高力士がキーパーソンっていう気はしますね。高力士によって運命が変わる楊貴妃。やっぱりこの時代に生きる女性としては、やはり自分を主張することは非常に困難なことだから、やっぱりずっとこう心に蓋をして生きるという選択をせざるを得なかったっていうようなことは感じますね。でも普通に考えると自分の息子の嫁もらうっていうちょっとすごいことなんですけどね。杉本さんどうですか、リストの中で気になったものは。そうですね、歌や舞踊を学ぶ、はい、歌や舞踊を学ぶ、なんかこう不自由な時代で唯一自分を表現できる、唯一自分らしい自分でいられる瞬間、まあ、これが非常にこの歌や舞踊を学ぶっていうところにつながっていったんじゃないかなって思いますね。楊貴妃のその音楽とかダンスのレベルものすごく高くてですね、もう全くクロード派だしっていうか、あのプロ級で、で琵琶の演奏もものすごく上手だったんです。まあ幻想もとても音楽好きでしたから、宮女を数百人ぐらい集めてですね、でそれであの梨園っていう名前の楽団を作るんですよね。今でもあの歌舞伎を梨園の世界って言いますよね。あれのそのルーツになった言葉
なんですけれど、でその梨園の中でも楊貴妃はお師匠三角に琵琶が上手で弟子にしてくださいっていう人がたくさんいたっていう、そのぐらい上手、これだけ芸術肌だったということは、うん、やっぱかなり自分というものをすごく強く持っていて、実は自分を表現したいっていう思いとか欲望っていうのはすごく強かったんじゃないかなって、表現者である女性が私ね、おとなしくしてるわけないと思うんですよね。やっぱそうですか、ご自身もやっぱ踊られたりとか、強くてたくましくって、アグレッシブな人が大多数ですよね、まあ、表現するだけの自分があるっていうことですよね、はい、確かに一定のこうレベルがあるとこまでこうやる女性っていうのはどっかやっぱ芯があったりとか、情熱だったりとか、ね、何を大事にするのかっていう感情のものだったりとか、そういうのをやっぱり理解してないとそこまではなかなかいかなかったりする。間違いなく情熱がないと表現できないですよね。玄宗の妃として迎えられた玉環は貴妃の位を賜り、楊貴妃と呼ばれるようになる。豪華絢爛たる日々が始まった。秋から春にかけては寒さを避けるため、長安郊外の温泉地華清池で過ごした。楊貴妃のために大理石でできた専用の浴室が作られた。二人は一日中好きな音楽を楽しんだ。聴聞歌にはこう記されている。楊貴妃は寵愛を受けて宴にはべり、玄宗のそばを離れることはない。二人にとって夜は短すぎ、起きるのは日が高くなってから。玄宗は朝の政務に顔を出さなくなった。唐を全盛期に導き、名君として称えられていた玄宗だが、楊貴妃との愛に溺れ、次第に政治を顧みなくなっていった。一方、楊貴妃は美しさを追い求めるようになる。その願いを叶えるため、服作りに700人、髪飾りや宝石に数百人の職人が雇われた。さらに美容に良いとされる様々な食材が取り寄せられた。ナマコ、真珠の粉、中でも好んだのが楊貴妃の地元の名産ライチだった。そのライチを取り寄せるため、2000キロの道のりを7日間早馬を飛ばし続けたという。なぜ楊貴妃はそれほど美にこだわったのか。玄宗の後宮には3000人もの側室がいた。楊貴妃はそのライバルたちに打ち勝ち、玄宗の心をつなぎ止める必要があった。もし皇帝の寵愛を受けられないとどうなるのか。虚しい人生を歩むことになります。16歳で後宮に入り、60歳になるまで一度も玄宗に会えない人も大勢いました。死んだ後も
寵愛を受けられなかった人専用の墓地に埋められます。そして墓に名前さえ入れてもらえないのです。激しいライバル意識を燃やさざるを得なかった楊貴妃、その心情を伝えるエピソードがある。あら、貴妃がいたの？お邪魔のようね。楊貴妃が特にライバル視したと言われる梅妃。自分が妃になる前、玄宗の寵愛を受けていた女性だった。ある日、楊貴妃は玄宗の弟寧王から笛を借りて吹いていた。それを見た玄宗が咎めた。汝は寧王に心を奪われている。すると楊貴妃は、陛下が梅妃に心をお奪われになるようにでしょうか。玄宗は激怒し、楊貴妃に里帰りを命じる。ところが楊貴妃がいなくなると、玄宗は部下に当たり散らすようになった。困った側近の高力士は楊貴妃のもとを訪ね、玄宗に謝罪するよう説得する。だが楊貴妃は頑として受け付けなかった。4日後、ついに玄宗の方が折れた。豪華な食膳を楊貴妃のもとへ届けさせたのだ。これに対し楊貴妃も自分の髪の一部を切って玄宗に送るという丁重な態度を示した。戻ってきた楊貴妃に玄宗は弱々しくこう告げた。汝は世の命だ。これに対し楊貴妃は、その大切な命を大切になさらないで、どうしてお話になったりなさるのでしょう。その後、楊貴妃は玄宗の寵愛を一身に集めるようになった。なんか2人のパワーバランスがどんどん変わってきてる感じもしますけども。さあ、ということでこちらには、楊貴妃が食べていたと言われる食材を使った料理をご用意させていただきました。こちらの料理というのは美容にいい。そうですね、はい。薬膳では皮膚は内臓の鏡とされてるんですね。私たちが求める美容の良い状態というのは内臓が良くなければできないという、もう基本の考えがあるんですね。今日はなんかいろいろ、これのテーブルの中央にありますのは、ラクダのコブと言われる、ラクダのコブ。この番組たまにいろいろ食べるんですけど、今まであんまり美味しかったものがないんですよ。そうなんですか。ちょっと僕今日心配してますけど。じゃあ皆さん、はい、じゃあいただきます。はい、いただきます。お、で脂っぽいで繊維質ではあるんですけど、美味しい、ほら全然何の癖もないです。全然美味しい。ラクダの昆布は腎腱に効くんです。腎臓、つまり腎臓です。美容で言いますと老化を握っているのが腎なんです。そうなんですね、はい、でもちょっとアニマルのアニマル臭が、ね、鼻から、うん、なんか独特な、これはラクダの昆布か、うん、次、はい、次何いきましょうか。生き、生き、生子、結構大きめの生子。これはまあ薬膳でいうと腎をの有益なもので、腎臓を攻めますね。やはり腎は生殖能力の要ですから、お世継ぎ作らなきゃいけないから腎機能にいいものはまあ基本多いっていう、絶対基本なんです。次に真珠の粉というのが、カプセルに入っているんですけど、これですよね、はい、
食べてもよし飲んでもよし、もちろんお肌に塗って洗顔クリームにしたりパックにしたり、もうたくさんしてました。食べれるんですか？もちろんです。スープに入れてまず召し上がって、今日はそのためにこのスープをこのまま召し上がっていただいても全然構わないです。ちょっと単独かな、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 なんだろう、こ、うん、無味な。そうなんです。でもちょっとなんか漢方みたいな味が少しします。しますか。はい。これやっぱり美を追求するということは、ね、幻想の寵愛を受けるためっていうこともあるんですかね。彼女の置かれた立場を考えると、自分が今持ってる武器っていうのは自分の美しさだけ。うん、だからそれを磨くのは当然だったのかなっていう感じもしますけど、自分の美というものが非常に武器としてとても大きな役割を果たしてるんだなっていうことの自覚が芽生え始めた。流されるままに生きてきた楊貴妃からどんどんこう変わってきてる感じはすると思いますけど、確かに巧みに人をコントロールできる、なぜか能力とかそういったものをこう持ち始めている、うん、そういったところに何かこう、快感というか喜び、みたいなものを感じてるっていう部分もあるんじゃないかなって、うん、だってさっきのやっぱり駆け引き、巧みですもんね。もうかなり女子力高いなと思います。あれって本当女性として勝ったっていう瞬間ですよね。なんていうか皇宮という女性の世界をこうマネジメントしていかなきゃいけないっていう、そういう立場にも彼女はあって、そういうところに生きがいを感じてたっていうこともあるんじゃないか。最初すごく贅沢だなと思っていたのが、もしかしたら別に楊貴妃がこれを7日間で持ってきてちょうだいとか言ったんじゃなくて、皇帝の方からそんなに好きなら君のためにみたいな風にも考えられるから、彼女のわがままの象徴じゃないのかもしれないですね。あるいはもしかしたら逆で、私のためにどこまでやってくれるの。それは女性やりがちですね。やりがちです。やりがちですか。やりがちです。私のためにどこまでできるの。とことんやっぱり結婚前は試したくなりますよね。幻想ってでもそのともとはすごい人だって言われてる人ですよね。そのいろんな人を見て楊貴妃を選ぶっていうのは、ただ可愛いな綺麗だなっていうだけではやっぱないとは思うんですよね。それ以外の才能であったり知識であったり教養であったり、いろんなものがやっぱり魅力的な人だったんだろうな。確かに世界には政治の権力を握った数々の女性がいる。エジプトの女王クレオパトラ、ハプスブルク家のマリア・テレジア、そして中国史上唯一の女帝となった則天武后。楊貴妃も政治権力を握るチャンスがあったはずである。だが楊貴妃が政治の表舞台に立つことはなかった。それは一体なぜか。政治権力を握ろうとしなかった楊貴妃、代わりに権力を握ったのが親族の楊氏一族だった。兄といとこは中央の要職に、3人の姉も破格の待遇を手に入れる。中でもその出世頭が楊貴妃のまたいとこ楊国忠だった。酒と博打に溺れ、一族の中でも嫌われ者であったにもかかわらず、皇帝を補佐する宰相にまで上り詰めた。楊国忠は
政治の実権を握るため、気に入らない官僚を次々と地方に左遷する。権力争いとは熾烈なもの。生き残るには相手を追い落とすしかないのだ。そして出世や利権を求める役人たちから莫大な賄賂を貪り取っては贅沢三昧の日々を送った。女性たちを風よけとして歩かせ、自ら肉人と名付けた。養子一族の目に余る振る舞い。それでも楊貴妃が口出しすることはなかった。玄宗の側近の高力士からこう諭されていたのだ。妃様はご一門でご自分の周囲が固まりますまでは何事も見ないふりをしていなければなりません。そして何事もご正常に関することは口から一切お出しになってはなりません。また玄宗自身も女性が政治に口出しすることを嫌っていた。実は玄宗が幼い頃、唐では側転武功が非道な手段で女帝へと上り詰め権力を振るった。その後も女性たちによる血まみれの権力争いが続いた。第四代皇帝中宗は皇后と娘に毒殺され、玄宗自身も叔母から命を狙われた。昔から中国では女性が政治に関わると混乱が起きると言われてきました。彼女たちは政治の知識に乏しく、危険な手段に訴えてしまうというのです。玄宗は権力を握ろうとする女性たちを幼い頃から数多く見てきました。だから玄宗は女性が政治に関わることを恐れていたのです。ある日楊貴妃はまたいとこの楊国忠とこんな会話を交わした。目覚ましいご昇進、楊家一門どんなに力強いことでありましょう。楊家一門の者が今日あるは貴様一人のお力でございます。貴様が一生を終わられる時は真もまた一生を終わることでありましょう。楊国忠が権力を握ることで楊貴妃の立場は揺るぎないものとなっていった。楊国忠の横暴に対して力強いとまで言ってますけどね、続いてのプロファイルテーマはなぜ政治の表舞台に立たなかったのか。宮沢さん、プロファイリングリストの中で気になったものってありますか。いやでも玄宗がその女性が政治に関わることを恐れていたっていうことっていうのはかなり楊貴妃の中で自分が関わることではないっていうふうに思わせるような強い理由の一つになっていったのかなと。ご自身どうですか。私ですか。だってそうですね、確かに祖父と祖母のことを考えるとってことですよね。どうですか。私の祖母はちょっと変わっ
していったといいますか、政治家の奥様っていいますと選挙にお手伝ったりっていうことが普通というか、それが仕事にもなっていくと思うんですけど、政治には一切口を出したくないというすごく強い意志を持っていましたし、内助の子っていろいろあるじゃないですか、そうですね、もう仕事のことは知らないんでっていう受け入れ方で男をこう上げていくやり方もあれば、ガンガン応援して、多分そんなに知識ももともとそういう政治の勉強もしているわけでもないのに、そこに足を踏み入れてしまうと、この人が好きとか好きじゃないとか、私に何をしてくれた何をしてくれないとか、そういうレベルで政治を行ってしまうのって一番危険のような気がするので、楊貴妃がもしその側転不幸の二の舞みたいな、それを予想させるようなことを言ったら、それは幻想の逆鱗に触れることになる、そこの一線だけは踏み越えてはいけないっていう意識が彼女にあった可能性はあると思いますね。私は逆に表舞台で政治に口を出さないことで、あえて楊貴妃のその野心みたいなものも感じたりするんですよね。っていうのはなんか本当に利口な人ってなかなかこう表に出てこなくって、実は水面下でとか隠れていろんなものを操っていこう巧みにっていうようなところがあるんじゃないかなって思ったりするから。ちなみに僕は家であの仕事の話はしたくないタイプです。なぜですか？聞かれてもないのに答えましたけど突然の告白でしたけど古風な一面があるんですよね。あ、僕ですか、はい、意外と古風、ね、古風です岡田さんはなんで楊貴妃が政治に関係しなかったと思いますか？いやでも高力士の存在大きいんじゃないのかなと思うんですよね、うん、なんかまあ若い頃からいろいろこう裏で教えてくれる人だったんだと思うんですよね、その人がやっぱ教えてくれたことは守っている気もするんですよね。高力者でもあの本当に国をどうするのかっていうことを、その皇帝を大事にしたいっていうことが一点だと思うんですよね。そうですよね。そうそうそう、おっしゃるとおり、当時の幻想の立場で考えれば、もういろいろな人がいろいろなことを言ってくるわけですよね。でもどの人が自分のことだけを考え、どの人が国のことをきちんと考えているのか、幻想にわからない。孤独ですよね。だからましては楊貴妃にもよくわからなかったっていうところが。じゃあでも何も言わない楊貴妃は心の慰めでもあったかもしれないよね。いつもいろんな人にいろんなこと言われてるんだったら。いや、仕事のこと言わないっていうのはね、癒しだったんじゃないですか、ね、唯一やっぱそれが女性の。みんないろんなこと言ってくるけど、お前だけ何も言わないねっていうのはすごい共感されてますいきなり幻想と出会って7年、子宝に恵まれなかった楊貴妃は29歳の時養子を迎える。だがそれは普通の養子ではなかった。武人にも権力者にも見えなかった。それはひどく無様な肉の塊であった。楊貴妃が養子にしたのは体重200キロを超え、腹の贅肉が膝まで垂れていたという大男。しかも14歳も年上だった。なぜ楊貴妃はこんな大男を養子にしたのか。その男の名は安禄山。国境の警備にあたる地方軍の司令官だった。広大な領土を抱える唐は常に周辺国からの脅威にさらされていた。その周辺国との戦いで安禄山は抜群の功績を挙げる。者どもついてこい。そして異民族であったにもかかわらず英雄として称えられるようになる。
安禄山は初めて宮中を訪ねた時、玄宗からこう尋ねられた。その太鼓腹の中には何が入っているのか。陛下への真心がいっぱい詰まっているだけです。さらにその巨体からは考えられないほど軽やかな踊りを披露。玄宗と楊貴妃に好印象を残した。そしてある時、宮中を訪ねた安禄山は突然こう切り出した。私はある高貴な女性を母とお呼びしてみとうございます。誰だその女というのは。陛下の隣にいらっしゃる貴妃様です。私を貴妃様の養子にしてください。なんと自らが子供のいない楊貴妃の養子になりたいと申し出たのだ。喜んでお受けいたします。こうして楊貴妃は14歳も年上の安禄山を養子にした。玄宗と楊貴妃の信頼を勝ち得た安禄山は強大な軍事力を手にすることになる。地方軍の司令官という立場ながら党の全兵力の3割をその手中に収めたのだ。安禄山の人柄について後の歴史書はこう記している。残忍で強情であったが頭が良く、人の気持ちを推し量るのに優れていた。一方楊貴妃は安禄山の誕生日に特別に後宮へと招いた。そしてまるで赤ちゃんのように扱った。産湯につけたという逸話さえ残っている。安禄山は赤ちゃん役を見事に演じ、楊貴妃はそれを楽しそうに眺めていたという。どうですか。全く理解できないですよね。いや、これは何ですかね。何ですかね。貴族の遊び。大きな感じで思う感じもなんかありますけど、やっぱり彼が軍人で、すごい強い軍人で英雄である、そういった力のある人を赤ちゃんのように扱うことで、自分はさらにその上に立ってる、自分の力を誇示したいっていう、そういった欲望をちょっとこう感じたりするんですけど。試してたんですかね、私の養子になりたいっていうぐらいなんだから、赤ちゃんのふりして見せなさいよみたいなことなんですかね。悪気もないかもしれないですよね。狙いも全くなく、あなたの子供になりたいですって言われて、じゃあいいよっていう。それをちょっとっ、面白おかしく赤ちゃん役をやってくれるってことで、ね、でも結局2人ともやっぱちょっと芸術家とか発想がすごくちょっと分かんないですよね。これ実際どうなんですか。楊貴妃にとってその子供がいなかったっていうことは、あの非常にまあ彼女の立場を危うくするところがやっぱりあるんですよね。それでこう安禄山という有力な将軍と結びつきが深まれば、楊貴妃自身の立場も強くなりますから、そういう計算もあったかもしれませんけれど、子供を産まなきゃいけないっていうのはなんかまあ一族だし、僕らが思うより相当なプレッシャーがある楊貴妃の子供に
なりたいみたいな言われた時のなんか理解してくれてんだみたいな気持ちももしかしたらと、やっぱり人って自分を理解してくれる人にものすごく心を奪われますよね、確かに、うん、相当なんか理解してもらえるみたいなのを求めていたんじゃないのかなっていう感じ。幻想と出会って15年、楊貴妃の立場は揺るぎないものとなっていた。そんな彼女の後ろ盾となったのが国政を牛耳るまたいとこの楊国忠と、強大な軍事力を誇る楊氏の安禄山だった。だが思わぬ落とし穴があった。二人が権力闘争を始めたのだ。安禄山の台頭に危機感を抱いた楊国忠は、国の要職についていた安禄山の親戚や部下をことごとく地方へと追いやる。さらに安禄山は謀反を起こす、こう言いふらし安禄山を反逆者に仕立て上げようとした。安禄山は次第に追い詰められていく。そしてついに安禄山は楊国忠を討つことを決意。15万の大軍を率いて辺境の地から長安へと向かう。安禄山の反乱、その一報を聞いた玄宗と楊貴妃は全く信じようとしなかった。それほど安禄山を信頼していたのである。だが安禄山は凄まじい勢いで長安に迫っていた。周辺国と戦い続けてきた安禄山の軍を前に、平和に慣れきっていた政府軍は全く歯が立たなかったのである。信頼を裏切られた玄宗は大激怒。70歳という高齢にもかかわらず自ら安禄山を迎え撃とうとする。その時楊貴妃は、陛下どうかそれだけはおやめください。お命が危のうございます。実は楊貴妃は親族からも玄宗を出陣させないように頼まれていた。玄宗が出陣すれば皇太子に権力が移る恐れがありました。というのも宰相の楊国忠は皇太子と仲が悪かったので、皇太子が権力を握れば楊氏一族は不利になってしまうのです。結局玄宗は楊貴妃の訴えを受け入れ出陣を取りやめる。そして都長安を捨て逃げ出すことに。だが食料も水もろくにない突然の逃避行、初日から脱落者が相次いだ。翌日長安から70キロの馬海という宿場町にたどり着いた時のことだった。兵士たちは我慢の限界に達していた。楊国忠だ、あいつのせいだぞ、奴を殺せ。兵士の怒りは安禄山の反乱を招いた楊国忠へと向けられた。楊国忠はその場で斬殺。
共に逃げてきた容姿一族も皆殺しにされた。さらに兵士たちは幻想に詰め寄った。陛下、妖国中は処刑しました。一族の楊貴妃も死ぬべきです。楊貴妃は何も悪くない。どうして死なねばならん。しかし兵士たちは引き下がらなかった。側近の光力士は幻想にこう告げた。貴妃は陛下に愛されておりました。貴妃も承知のはずです。国のために犠牲になるのは義務です。楊貴妃は何も言わず受け入れたという。38年の生涯だ。やっぱりここの話っていうのはすごいドラマチックだなっていうふうにね、すごく思いますけども、楊貴妃は最後なぜ何も言わず処刑を受け入れたと思いますか。やはりその夫の立場を考えると、自分はそれを受け入れなければいけないという、最後の最後、そのやはり妻としての役割を全うしたっていうところもあるのかなって感じましたけど、彼女の一生を見てきても、彼女の言葉っていうのがあまり出てこない中で、最後にさえ彼女の言葉がないっていうのは、なんだか目的があってこの座にまで上り詰めたわけではなかったってことを象徴してるのかなと。何かもっと力を誇示したりとか顕示欲があったら、自分の最後のスタンスはこれみたいなこととか一言あってもいいような気がするんですけど、彼女は結局幻想の妻として死んでいく、でそれ以上でもそれ以下でもないっていう、唯一と言っていい、その彼女が国の運命を左右するような局面で口を出したというのが、あの安禄山の反乱が起こった時に幻想皇帝が自ら軍隊を率いて、安禄山の軍隊を討伐に行く、でそれを彼女は命がけで止めたってこう歴史書にはあるんですけれど、でもしその時に楊貴妃がもう断固自分の一族の申し出を拒否して、幻想が安禄山の反乱を早い時期に食い止めることができたとか、そういう展開になったら、あのもう楊貴妃は国を救った女性ですよね、ファーストレディみたいな、そういう印象で歴史に名を残したかもしれない。皆さん楊貴妃好きですか。私は憎めない。結構ベースにあるものは非常に純粋なものだったのかな、もっとこう策略的な感じなのかなと思ってたんですけど、実は自分の美しさに翻弄されたのが楊貴妃なのかなっていうふうに思いましたね。もっと彼女が以前の段階で何かできたんじゃないかなっ
っていう部分はこれだけの権力者の妻として内助の功じゃないですけど、そういうことで運命を変えることもできたとは思うので、そこは好きになれないけれども悪女ではないし、うん、確かに憎めない。悪女っていうイメージも強いですけど、どこかなんか時代に背負わされた悪女感というか、うん、もうあるんじゃないのかなっていうのもどっかあって、もう僕らが想像するよりもすごい勝った国、宗教やいろんなものが多民族の場所が混ざり合ってものすごく大きな国になっちゃったという、それだけの文化がアジアで生まれた時のなんか歪みを背負っている、最後の最後って混乱がものすごい混乱があっていろんな欲が絡み合ったのが爆発した瞬間なんだと、その欲をこう受け止めることになったのかなという、一人の女性として生きようとしてしまったのがいけなかったんですかね。まあ、でもどう生きようがやっぱり最終的には元素がもっとしっかりしてればねってとこだそこは本当になんだか思いますね。元素がね、男の罪背負ってんですよね。そうだと思うんですよね。楊貴妃の死後、権力を握った安禄山だが、味方に暗殺され反乱軍も崩壊する。一方、息子に帝位を譲った玄宗、晩年は虚しいものだった。激動の時代に咲いた一輪の花、楊貴妃。そのあでやかさで孤独な皇帝を癒し、周りには権力に飢えた男たちが群がった。そんな男たちの欲望を受け止めつつ、楊貴妃は咲き誇り散っていった。そして大帝国唐も滅亡への道を歩むことになる。